カラモジャ地方の県カラモジャ地方の市カラモジャ地方は、ウガンダ東北部の地域。北に、南部スーダン、東に、ケニアリフトバレー州、南に、セベエ、ブギス、南西に、テソ地方を呼び、ランゴ地方、西に、アチョリ地方と接する。北から、カボング県、コティド県、アビム県、モロト県、ナカピリピリ県が置かれている。カボング県北部には、 キデポ国立公園があり、中ピリピリ県の南方には、ウガンダケニア両国にエルゴン山国立公園がある。面積は、約27,900キロ平方メートルで、半乾燥で、標高約1,400メートルの高原地域で、大部分が、サバンナで木が、稀にある。カダム山、ナパク山、モロト山が、主な火山で、東部は大地交代外縁の山脈である。 主要な民族は、東、ナイル系で、トゥルカナ族と近いカラモジョン族であり、地方名の由来である。他に、クリア族系のイク族、オロポン族、テペス族、ラブール族、ニャンギ族、カレンジン系のポコット族などが住み、カラモジョンは、ドドス、ジエ、ボコラ、マセニコ、ピアン、メニングなどの種族に分かれている。カラモジョンは、 カトリックや聖公会の布教を受け入れたが、福音派の宣教活動も行われている。2002年の国勢調査によればカラモジャの人口は、年平均7.2%増で1991年の37万423人から96万6245人となった。特に、コティド県では9.7%増であった。カラモジャでは牛、ヤギ、羊。 ロバなどの放牧が主な制御であり、国境を越えて行われる。ジエ、ボコラ、ドドス、ポコット、マセニコは反放牧であり、ラブールは農業集落を形成し、テペス、カダム、イク、ニャンギ、メニングなど、山岳部の民族も定住化されている。井戸のポンプ動力用に風力発電が用いられている。飢餓がたびたび起こり、かつては、 世界食糧計画が援助を行っていたが、近年配給が適正に行われていないことを確認した国境なき医師団が援助を開始した。カラモジャでもマイクロクレジットが行われるようになり、都市部で約5000人に融資が行われた。融資対象人口は20万人が見込まれている。カラモジャの人口の80%は、一月の生活費が4万5000ウガンダシリング。 以下である。乾燥地帯の放牧民は、反戦士であり、家畜の略奪は、日常行為であり、時折小規模な戦争が起こった。武器の流入により、放牧民が、槍から銃に持ち帰られ、戦争の被害が拡大した。ウガンダケニア領政府が問題視し、ウガンダ政府などによる、武装解除が行われたが、実施に再始暴動が起きた。2006年には、 米のインナーシティプレスとウガンダ市ニュービジョンが国連開発計画の武装解除計画に伴い、ウガンダ人民防衛軍と地域防衛部隊が人権侵害を行っていると報じた。ウガンダ政府は武装解除に伴う戦士との衝突だと主張したが、ルジュへの強制徴用や症状を含む住民の殺害などが報じられた。軍は、 マニアテに武器があると疑いをかけると、老人や子供だろうが構わずに重火器で攻撃を加えた。回収された武器は破壊されるはずであったが、ウガンダ当局により没収された。ありがとうございます。